第5軍の降伏式に参加した、蔡の竹下義春中将。写真右側に、赤軍のイワン・チスチャコフ大将がいる。竹下義春4月9日から1979年2月7日は、日本の陸軍軍人。最終階級は、陸軍中将。広島県出身。竹下一世の次男として生まれる。広島第一中学校。 広島陸軍地方幼年学校、中央幼年学校を経て、1911年5月、陸軍士官学校を卒業。同年12月、不評勝位に任官し、不評第41連隊付となる。参謀本部付勤務、陸士生徒隊付などを経て、1921年11月、陸軍大学校を卒業し、不評第41連隊中隊長に就任。 1922年12月、参謀本部付勤務となり、支那中東軍司令部付、参謀本部員を経て、1926年3月、不評調査に昇進。同年12月、参謀本部付となり、不評第11連隊大隊長、参謀本部員、関東軍司令部付を務め、1931年8月、不評調査に進級した。 1931年10月、関東軍参謀に就任し、関東軍司令部付、陸士付を経て、1935年8月、不評大佐に昇進し山海監督務機関長に就任。関東軍参謀を経て、1937年10月、不評第45連隊長に就任し、日中戦争に出征。1938年7月、 陸軍少将に進級し、中止な方面軍司令部付となる。1939年7月、第13軍司令部付となり、1940年3月、広安毛強協連絡部長官に就任。1941年3月、陸軍中将に進み、同年12月、関東軍司令部付に就任。1942年11月、 第27師団長に、親保され、天心に赴任入院のため1944年6月、品派県軍総司令部付けとなる。第6方面軍司令部付け、東部軍司令部付けを経て、同年12月、予備役に編入された。1945年1月、招集を受ける第30師団長に就任。同年4月、平壌士官区司令官に転じて、 終戦を迎えた。その後、シベリア抑留となり、1950年4月に復員した。ありがとうございます。